はい。E1 がそろそろ、始まるということで、まあ、呼んでほしい選手というのを。まあ、強いて言うなら鈴木優磨とか、かなっていう。まあ、鈴木優真はもう誰もが多分う呼んでほしいと思ってる。まず。ん。間違いなく。うん。今多分 J リーグにいる日本人のフォワードだったら多分1、2番だよね。センタートップだったらまず間違いなく。単純に。代表で見てほしい選手はいっぱいいる。正直。で、ただ、ウィングに関しても、海外でやってるのがものすごいじゃないですか。今呼ばれてない選手含めて。アタッカーでまず俺呼んでほしいなって思うのは鈴木優真でしょ？あと、名古屋の相馬。から、川崎の家長。で、横浜の宮市と西村。ああ、宮市と西村。うん。確かに。宮市は、なんかスーパーサブ的なポジションですよ、横浜でね。いや、最近先発で出てて、点も取ってるし、なんかあ、そ状うな態の？良さそうだし。この前の試合見たら、なんかベンチにいて。この間もスタメンで出てて点取ってたし、ああ、そうか。状態良さそうだから、の、かな？アタッカー、フォワードでまず呼んでほしいの。なる俺。ほど。こういうの普通、キーパーから上げていくよね。もうキーパーからでもキーパーってもう大迫か、湘南の、谷。谷ですもんね。他に、俺いるよ、一人。その二人じゃないの、一人いるよ。それは、鈴木彩艶。鈴木彩艶。浦和の、セカンドの。浦和のセカアンンド？ダー21の、キーパー。セカンドを呼ぶんですか？セカンドだけど、でも、極論さ、ワールドカップの第3 GK ってマジ出番ないじゃん。だったら俺第3キーパーもう、俺鼻から、次とかその次の、大会の守護神候補を連れていけばいいと思う。別に。あ、それが裏側の。経験がてら。俺、だから、その候補者リストで言ったら俺鈴木彩艶が一番期待できるなと思うから、ワールドカップの3番って俺鈴木彩艶連れていかないかなって俺は思ってなるほどですね。じゃあセンターバックだと、センターバックは正直いない。いない、はい、いない。まあ、新生言うなら中谷とか、名古屋の。あと、畑中。マリノスの。サイドバックはどうですか？いそうですけど。サイドバックはね、いるよ。いる。何人かいる。じゃあ、その中で期待できそうな。鹿島の安西でしょ？あと、鹿島の常本。鹿島。それから、横浜の小池。小池竜太。いや、てか正直、小池に関してはどっちも見てみたいなって思う。なるほど。小池竜太も小池雄太も。じゃあ、セントラルはどうですか？中盤で言うと、あ、ごめん、あとサイドバックもう一人いたわ。長戸。でも長戸怪我してんだっけ？長門。マリノスの長戸。去年まで鹿島にいた。で、中盤は、立花だ、川崎の。と、川崎の脇坂。あと、鹿島の樋口。あと、清水の松岡。あと、横浜の藤田。藤田、ジョエル、チマ。と、
ね、最後はね、マツケクリュー、うん。お、ちょっと問題児ですね。だ問題児っていう扱いだから困るんだよね。なるほど。問題児の域に入んないだろ。うん。マツケクリュー。マツケクリュー、おー。マツケクリュー早く海外行ってほしいな。FC 東京なんか行ったら、すげえなんかこう、中途半端に、縮こまっちゃって、うん。になりそうで、かわいそう。そうですね。確かに、ああいうガンガン行くタイプは、ヨーロッパに行った方が、うん、いや、っていうか、そうじゃなくても、FC 東京から対戦した選手って、うん。長友以外いなくねって思っちゃうから。あ、なるほど。あ、言われてみれば、そうかもしれない。グランパスの稲垣とかどうですか？まあ、別に悪いとは言わないけど、うん、ここに俺が今出した選手に比べたら、俺はそんなに魅力を感じない。なるほど。あ、ごめん、あとフォワード一人忘れてたわ。うん。清水のさ、鈴木。ユイトね。ユイト。あれも見たい。A 代表で。お、なるほど。あと、札幌の中島大河。うんうん。もう入れてほしい。おぉ、なるほど。まあ、ここはやはり層が厚いんで、見てみたいのが多いし。うん。さすがにちょっとベテランはいいですかね、もう。いや、別に、ベテランだ、別に俺これ今年齢見て選んでたわけじゃないから、ただ単純に A 代表で見てみたいなとか、うん、あ最近調子いいな、この選手って思う選手をバーってピックアップしただけだから、うん。で、その中で特に選ばれなそうだなっていう選手たちを選んだから、俺は。なるほど。だから、いろんなところに上がってる記事で出てない選手ばっかでしょ。うん、そうですね。うん、まあ多分出てるんだろうけど、ところどころ多分みんな。うん、多分みんながみんな選んでる選手ばっかじゃないから、うん、わざとそういう選手ばっか選んだから俺。なるほど。うん。うん、だ実際この中から選ばれるのは一人二人じゃん、いて。そうですね、確かに。下手したら。だってもうまず間違いなく谷口、山根、権田は呼ばれるだろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Facebook、インスタもやってますので、フォローよろしくお願いします。 LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。